はい、お疲れ様です。今日もね、オレントアルカディア動画を撮っていきたいと思います。今日やっていく内容はですね、まあもうそろそろ12月が来るわけなんですけれども、12月が来るとですね、おそらく、次の遠征キャラが、来ると思います。予想ですが、で来るのが多分義英雄の宗職と宗匠ですね。なんか宗妃と関係性がある2つが来るはずなんですよね、多分。で、いろんなね、Google とかで大陸版のサイトとかを、まああんまないんですけど、見ると、まあまあ強いらしいんですよ。で、どんなパーティーが強いのかなってチラッと見てたら、どうもね、水鏡がいた方がいいんじゃないかというような絵柄をですね、複数見ましたので、今回ですね、ちょうどこの、ガチャが来てますね。はい、復刻召喚ガチャが来ておりまして、イベント終了まで16時間28分ということで、今回引かないとまたしばらく来ないから、とりあえず今回は水鏡をちょっと貫突したいなと思います。まあ12月にね、2つの英雄を貫突させないといけないので、ピックアップが865枚、遠征が今1018枚なので、多分いけると思うんだよね。この枚数が1080ってことは、1800ってことは、すでに1800かけら持ってるっていうことになるので、もうこの時点で、まあ宗職だったり宗匠のどっちかは貫突のかけらは持ってるということになって、そこでガチャを当然引くわけなので、まあ2体は余裕でいけるというふうに踏んでいます。でさらに水鏡までいけるかっていうのはちょっとわからないところもあるんだけど、水鏡の今のところのかけら数を見ると、ですね、星4240分の145ですね。だからあと95で星5になって、そこからいくつかっていうと、この缶を見ると120分の840ですよね。これはもう多分 UR5 届いてて止めてるので、840+95、まあだからね、900かけらぐらいかな、とりあえず今回のガチャで引き当てようというようなガチャ動画になります。さあ、水鏡先生を900かけら取りたいと思いますね。行きましょうか。ウィッシュに設定してプレビュー、まあ他のも来るんだよね。いや、行きましょう。行きますよ。はい、900ね、900かけら、もうどんどん行きます。はい、900かけら、今5。はい、来ました。うわ、65 70 75。はい、75 80 140、これで170。おいえ、235。240 270 280 290 320。来たよ、来てるよ。380 390。いや、来い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 。390でしょ。460 475。いやー、きちえ。485 485。はい、来ました。515 525。いやー、結構遠いな。535。あ、来た、もう一個。はい、595 595だよね。595。あー、これ500 620。もうちょい
635、いやーなくなっていく。685、はい、来た。もうちょいだね。755765、もう来い。785、いやー来ねえ。790820、よし来い、もういいぞ。830、来い。840、900905、とりあえず905だけど、結構かけらが増えてるので、とりあえずこんなもんでいいか。いやーちょっとね、どう、これで残り、うん、そうだよね、残りだから100いくつでしょ。あとはまあ調整しますわ。いやーとりあえず、長年の夢でもないか、水郷先生をね、とりあえず貫突させて、次のね大遠征で、まあ義英雄だからね、ちょっと強いパーティーをね作っていきたいなと思います。水郷先生どこだ、水郷先生、はい、こちらですね。はい、はい、ということで本日はですねガチャ動画になりますけれども、これで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。